はい、いつもご視聴いただきましてありがとうございます。パーソナルトレーナーの峯岸です。はい、本日もね、おなじみのこの車中からお送りしまして、ドライブトークを撮っていこうと思って動画を回しております。はい、で早速なんですけども、今日のテーマですね、今日のテーマですね、パーソナルトレーナーに医療系国家資格取得をおすすめする理由とはというテーマでお話をしていきたいと思います。で、医療系国家資格で様々ありますよね。まあ、理学療法士、ね、作業療法士、鍼灸師、柔道整復師、などなどこの辺がね、結構トレーナー業界で比較的多い資格かなというふうに思っております。他にはね、看護師さんとかね、もありますし、医療じゃないですけども、栄養系で言ったら管理栄養士さんとかね、そういう資格を持っている方もいらっしゃるということだと思うんですけども、この国家資格系ね、よくこれもよく質問されるんですけども、取得した方がいいですかねってよく質問を受けるんですよね、トレーナーさんとかね。で、私の場合は、柔道整復師という医療系国家資格を持って活動しているパーソナルトレーナーということで、もう十何年前ですかね、僕が31歳の時に、勉強して取ったという経緯がありまして、活動する、持って活動しているというのも一つの特徴なんですけども、持っている人間ですというところで、実際ね、その30代、30で1か31で資格取る前までは、そういう資格なしで活動してたんですね。で、活動取ってから活動してまたし始めた時の、その違いとか感覚が、を分かっていますので、それを今日ちょっとお話していこうかなというふうに思っております。はい、でまず結論から申しますと、僕はパーソナルトレーナーの方が医療系国家資格を取ることをめちゃめちゃ、推進してます。おすすめしてますね。で、じゃあなんでかという話なんですけども、まず理由がいろいろありますけども、まず一つ目としては明らかにレベルが上がるということは間違いないからですね。じゃあレベルって何のレベルかというと、やっぱ知識のレベルですよね。知識のレベル、体に関する知識のレベルがもう半端なく上がります。ぐんとね、上がるってことですね。で、その理由は簡単な形なんですけども、勉強量は全然違うんですよね。トレーナーの勉強量と医療系国家資格の勉強量が全く違うわけですよ。これ僕もね、実際学校行って思ったことが本当に痛感、今でも忘れられないことがあるんですけども、一言で言うと、こんなに医療系国家資格で勉強するんだってぐらい体の勉強させられます。当たり前ですけどね。で、その前まで僕トレーナーの専門学校に行ったりとか、トレーナーのいろいろ講座とか参加して勉強はしてたんですけども、そんな日じゃないぐらい勉強します、量で言ったらね。例えば簡単に言ったら解剖学とか生理学って、ね、トレーナーの業界の皆さんも勉強すると思うんですけども、その勉強量の内容が全然深さと広さが違うわけですよね。医療系国家資格と普通 のトレーナー資格では、そこをね、感じた時に、自分で勉強不足だったんだなってことを感じましたもんね。で、知らないことこんなにあったんだみたいなこともたくさんね感じたら、もう未だに覚えてますね。で、そう感じたってことは、やっぱりトレーナー業界だけの勉強だったら知識技術で足りないんだなということを改めて感じました。もちろんね、医療系専門学校って、僕の柔道整復師の場合でしたら、もちろん月曜日から金曜日まで毎日授業があって、で毎日ね、僕の場合夜間部だったんで、夕方6時から授業始まって、9時まで3時間ですね、あると。で、それが、1年中あるわけですよね。1年中ある中で、それ3年間勉強するわけなんで、めちゃくちゃ勉強時間を取るわけですよね。でまた定期試験もありますよと、ね、いうことなんで、試験も受けなくちゃいけないし、もう試験受からなかったら進級できないですしね。で、追試もあるというところなんで、テスト期間のね、緊張感、ものすごい半端なく緊張がありますよ。追試怖いですね。もう毎回テストが胃が痛かったなと思ってるんですけど、覚えることもむちゃくちゃありますからね。そういった意味でものすごいこう、ね、勉強の差があって、やっぱね、学んだことに関してはものすごくしんどかったですけども、ものすごい良かったなと思ってますね。体の基礎的なことは全部ほとんど網羅して学べたので、良かったなっていうのがあります。
そういった意味ではまずね資格取った方が自分の知識量のアップには間違いなく役立ちますので効果的かなと、有効かなと思ってます。で2番目の理由としてはやはりね理解力が格段に上がるということなんですよね。で理解力が上がるとどういうかというと、まあ、さっき言ったように知識量が格段に増えますので、ただいろんなセミナー参加した時に講師の言ってる方がめちゃめちゃ理解がしやすくなってくるんですね。でこれ結構大事なところだと思うんですけども、多分こうセミナーに参加しても講師の言ってることが難しくて分かんない場合ってなかったですか？僕結構ねその資格取る前、医療結果資格取る前はあったんですよ、そういうことが。まあ、未だに忘れないですけどね、そういう主義系 の, セミナーとか参加した時にもうちんぷんかんぷんだった思いでね、トレーナー の, パーソナルトレーナーだけの時の、時に主義系の、参加ね、コンディショニングのセミナー参加したんですけども、言ってることがもうちんぷんかんぷん、解剖学制約が難しすぎて分かんなかったっていうのがあったっていう思い出があるんですよね。でそういう思いがあって、ちょっと悔しいし自分が情けないと思ったんで医療系専門学校の学校に行こうって思ったきっかけの一つもあったんですけどね。それはで今度じゃあ資格取ってからそういうセミナーに参加した時にもうスイスイ頭の中に入ってるんですね、言ってることがものすごく分かりやすくなったな、講師の先生がおっしゃる内容を簡単にこう理解できるようになってきたっていうのも僕自分の中でびっくりしましたもんね。成長具合っていうか、その時 の, できなかった時の自分の知ってたんで、改めて投資格取ってからそういうセミナーとか参加し始めた時にもうスイスイ頭の中に入ってくるので、やっぱり勉強したことって無駄じゃなかったなってことを改めて感じました。でやっぱねスイスイ頭の中に入ってくるってことはトレーナーとしてのレベルもぐんぐん上がってきますので、やっぱ伸びも良かったと思います。その後のね30代僕セミナーまたいっぱい受けてましたけども、多分そこで成長もすごく良かったと思いますので、やはり成長の進化のスピードが速くなったなっていうのもやっぱ感じてます。そういった意味でもやはりね資格の医療系国家資格を取ってよかったなっていうのも一つ感じた点ではありました。あと最後ね3つ目なんですけども、3つ目に関してはより安全面を意識できるようになったってところですよね。これさっきやっぱ知識が増えたことでつながっていくんですけども、やはりね知識が増えてくるとリスクに関する考え方も変わっていくんですよね。で特に柔道整復師の場合はそういう整形外疾患をめちゃめちゃ勉強するんですよね。まあ柔道整復師ってね、もちろんもともとそういう怪我とかの、対応するような資格になっていきますので、怪我の勉強しなくちゃいけないっていう資格になっていくんですけども、その整形外科的疾患をめちゃめちゃ学ぶんですよね、たくさんの種類を。まあ、骨折、打撲、捻挫とかの話をめちゃめちゃ勉強するんですけども、それってやっぱね、トレーニング中によく起こり得ることの一つなんですよね。ですね、そこを学ぶことによってやっぱりリスクを回避できる、ね、こうなったこうなってこう怪我しやすいだろうな、でこういう怪我につながってくるだろうなってことが頭の中にパパッと出てくるんですよね。あとそういうねお客様の体を評価した時にも、こういうリスクがどんどんあるから、こういう動きができないからこういうリスク、こういう怪我しやすいだろうなってこともパッと見えるようになってくるというところで、無茶な動きさせなくなってくるんですよね。ですので結果的にリスク回避がすごく良くなってくるという状況が生まれたんだというふうに思っております。当たり前ですけど、僕もの指導の中では今のところ怪我人は一切いないですからね。それはやっぱ勉強したことによって回避している、そういう怪我のリスクを回避できるような知識が身についているから回避できるなというふうに僕は思っています。そういったこともね、やっぱり医療系国家資格ではさまざま学べると、体の勉強だけじゃなくて怪我の勉強もたくさんしますからね、そういった面でも勉強してよかったなというふうに思っております。今言ったねこの3つですよねが僕の中での効果と結果良かったなと思う点ですよね。医療系国家資格を取って良かったなというふうに思っております。でもちろんデメリットとしましては、やはり費用がかかる、ね、やっぱり最低でもやっぱ500万ぐらいかかります、何やかんやで3年間で500万を用意できるかってことにもなりますよね。僕はね自分で貯金して全部500万貯めていきましたね。貯めてから行ったって感じですね、学校行くぞと決めてからお金貯め始めてって、で必死にパーソナルでしっかり稼いでいって、しっかり500万貯めてもう準備できた段階から行きました。でこれね最初に言っときたいんですけども、結構ね学校入ってからでお金が続かなくてやめますって人も多かったんですよ。用意してなかったなんとかなるやろうと思って入学したけどもなんとかなんなくて、
泣く泣く辞めちゃう人も結構いらっしゃったんで、もしねそういう学校行きたいと思っている方は、まずお金貯めてから行ってください。貯めてから、ね、貯めてからちゃんと行った方がいいと思います。まあ教育ローンとか使う手もありますけどね、まあ、けど僕はもう貯めてから行った方がいいかなっていう思うタイプなんで、頑張って500万貯めてください、ね。まあ、車買うと思えばね500万貯める金額ですから、ね、必死に貯めていただければいいかなと思うんですけどね。そういう方がいらっしゃったんで、やっぱ費用がかかるっていうのが一つのデメリットとか大変なことになってきますね。はい、で2つ目のデメリットとしては、あと時間を取られると、勉強時間を取られますので、やはりね仕事ができなくなります、ある程度。まあ、先ほどね話した通り、授業が毎日3時間ずつありますので、最低ね3時間は勉強できないと、まあ、その前後もちろんね移動したりとかしますので取れないと。だから最低4時間、1日4時間で、それが週5日なんで20時間、だ20セッション分はできなくなっちゃうんですね。でそれが週4日なんで結構な時間取られるんですよね。だから収入がめちゃめちゃ減ります、学生時代って、ね、ですので、そういう面では収入減ってしまうというマイナス面がありますから、そこをどう考えるか。だから僕もその時本当ね、お金ほんとなかったでしょ、本当に。さっき言ったように学費でお金使っちゃったし、で学校行かなくちゃいけないから、やっぱそっちに時間取られるってことだったんで、やっぱり、ね、収入もだいぶ減りました。まだそういうデメリットもありますよってことが、考えとかなくちゃいけないというところですね。あと3番目のデメリットとしては、本当に勉強が本当大変です。はい、これね、言っときたいんですけど、勉強大変ですよ、医療系国家資格の勉強って。だ僕もこれね、自分の人生の中で一番勉強した期間っていつですかって言われたら、間違いなくこの医療系国家資格の学校行ったら3年間だと、もう自信を持っています。まあ、それまで勉強してなかったって話なんですけどね、僕がサボってたって話なんですけども、それぐらい勉強しました。もう毎日ね、その学校の勉強のことしか考えてなかったですしね。あと予習復習もちゃんとしないと、やっぱりどんどん遅れていきますし、で遅れていくと定期試験があるんですけども、定期試験で、ね、やっぱ点取れない、ね、点取れないと赤点になってしまうので追試を受けなくちゃいけない。追試も通らなかったら結局単位取れないので、最終的には、進級できない。だから留年してしまうので、もう1年もう1回しなあかん。でもう1年してしまうと学費もう1回かかりますので、1年もかかっちゃいますので、また出費もするという悪いサイクルが出てきますので、やっぱり勉強しなくちゃいけないと、絶対通らなくちゃいけない試験なんですので、ちゃんと1回1回定期試験、ね、中間と期末だったから確か2回ぐらいありましたけども、でもちろんちゃんと勉強していかないと、最終的にね卒業試験っていうのがあって、3年生の時の卒業試験っていうのがあって、それ通らなかったら卒業もできないと。で卒業できなかったら国家試験も受けれないですからね。で国家試験も受けれないから、もちろん国家試験取れないとなっちゃうので、まあだからな結構難関なんですよ、実は1回1回の試験がね。だ僕もそうですし、クラスメートもみんな本当に必死な顔でやってましたもん、勉強ね。これは本当に今でも忘れないですね、あの時の思いってね。もう不安で不安でしんどさで、もう逃げたくないこといっぱいいましたけどね、膨大な量を覚えなくちゃいけないんで。ただそういう面では勉強すごくきついですよと、だそれなりの覚悟を持って入ってやってほしいなと、入ってくるやったら入ってほしいなと思ってますね。まあこの3つがデメリットかなと思ってますね、医療系国家資格のデメリット。まあ、しかしね、それを乗り越えた後にはもう本当ねすごい力が手に入っているという状況ですし、でその後の仕事に関してもめちゃめちゃ進みやすくなります、ね、あとめちゃめちゃ進化できるので、やっぱりね仕事も増えます、間違いなく。だ僕もその資格取ってからでパーソナルトレーナーの仕事ももちろん増えましたし、それ以外の仕事、例えば本当に、チームのスポーツチームのトレーナーの仕事が舞い込んだりとか、あと講師業ですよね、講師業の話が来たりとかっていう感じで、どんどん仕事増えていったんでね、やっぱね一つ持っていくと、あ持ってあるんですね、先生なんですねっていう箔がつくので、いろんなところは依頼が来やすくなってきますね。で依頼する側もやっぱ安心ですし、そういう資格持ってる先生だったらちゃんと しっかり教えてもらえるだろうっていう安心感もありますから、やはり仕事依頼もしやすいですよね、やっぱり。まあ、そういった意味では仕事もすごくね、多くなったなって思いでもあります。ですからね、やっぱね僕としては、パーソナルトレーナーの方が医療系国家資格を取りたいと思うんでしたら、ぜひ取ってほしいなと思ってますし、まあ、僕の中ではよくキャリアアップの話するときに絶対取った方がいいよと、で取るための準備を考えながらでキャリアアップ考えてねとかって話を必ずします。さっき言った500万の貯め方も話もしますしね。
まあ、特にね若ければ若いほど絶対いいので、もうなるべく早くね若いうちに勉強しに行った方がいいと思ってます。やっぱね年いってから行くとね、やっぱ記憶力とか本当ねどんどん落ちていきますので、やはりもう極力1歳でも若い方がいいと思います。僕もね多分ギリギリっていうか、まあ本当に28入ったかな、28、29、30で入ったので、まあいい時期だったなと思ってます。当時めっちゃ悩みましたけどね、さっきの3つのデメリットを考えた時にそこまでデメリットを犯していくべきなんかなって思ったことあったんですけども、まあけどそこはねもう自己投資やと、もう最大の自己投資すべきやと、もう時間もねすべきやと思ったんで、エイヤーで、一歩踏み出してよかったなと、結果としてよかったなと思ってます。本当けど実際本当に、ね、学生中の時本当にきつかったしか思い出ないですけどね、うん、3年間本当ね1日も遊んだ記憶ないですけどね、土日と休みの日もちゃんと復習予習してたんで、もう全然遊んなかったっていう記憶がありますよ本当に。まあ結婚前で独身やったんでできたんですけどね、それがもう結婚してからの今やったら絶対無理やなというのも改めて思いますけどね。もう本当全力でもう全振りで学校の勉強に命かけてました、まあ、それぐらいやってたなって思い出は本当にありますね。まあ、けどやっぱしんどかったけど本当今やっとってでよかったと、僕の自分の人生のね、ライフプラン考えた時もいい貴重な3年間だと思ってますね。投資としてもよかったですし、時間としてもよかったというふうに思ってますんで、まあ、ですんでね皆さんももし考えている方がいらっしゃったらぜひとも、まあ、別に僕は柔道整復師でしたけども鍼灸師でもいいし理学療法でもいいし、ね、何でもいいと思う資格でしたらね、もちろんある特性がありますので、ある程度考えてから選んだ方がいいですけどね、自分がやりたいこととか自分が勉強したいことに一番近いところの方がいいと思いますので、その種類はまあ改めて考えた方がいいかなっては思いますけれども、まあ、どの医療系国家職でもあれも必ず基礎的な勉強ってしますので、そこはね全然心配せずに勉強していただいていいかなというふうに思っております。はい、まあ、こんな感じで、ね、今日は終わりますので、あとよかったらねいいねチャンネル登録、そしてコメントもお願いいたします。はい、また次回の動画でお会いしましょう。はい、さようなら。